京都にあります京町屋のギターショップライトニーでございます。今日ご紹介しますギターはチャキの P1 カイ、要はピックギターをですねエレキ化した形でフル箱になっているというモデルでございます。このギターの音を撮ってみましたので聞いてみてください。どうぞ。さっきの P1 ピックギターにピックアップを乗せてエレキ化したフル和光チャキ P1 カイの音を聞いていただきました。いかがだったでしょうか。でチャキはですね、京都にあるギターブランドやったんですよね。もう今はなくなってしまったんですけどね、残念ながら。でも歴史はすごく古くてですね、1947年昭和22年からあったそうでございます。昭和の22年いたらあれですよ、もう戦後間もなくですよ。もうだって戦後言われてるのが大体1945年ですよね。その後もう2年後にはもう茶器があったというね。今年で言ったらもう75歳ですよね。今2022年ですから、あのターミネーターで有名なねアーノルド・シュワルツネッガーさんがちょうどその年生まれやそうでございます。まあ、昭和22年だったら私も生まれてませんけどね。ディック・ミネさんヨギリのブルースとかね、そんなんが流行ってた時代やそうでございます。まあチャキって言いましたらね、そんな昔はまだギターとかやってはらへんかったと思うんですけども、コントラバスとかねオーケストラで使う楽器を作るメーカーやったんですよね、もともとは。だからまあこういうあの F ホールのついてる楽器は得意やったと思うんです。こういうアーチトップのね、こう木を曲げて作って、まあそういうオーケストラ楽器を作ってあったんですけども、まあ戦後ですからね、いわゆるこうアメリカのこう進駐軍とかね、この向こうのギブソンとかマーチンとかのギターをこう持ち込んで弾いてたわけですよ。
でそれをですねこう修理してもらうのにですねあのどかないかいうことでこの茶器に持ち込まれたりしたそうでございます、当時ね。でそれであのマーチンのギターとかギブソンのギターをバラしたりねこういろいろすることでどんななってんのかっていう構造を研究されてね、それでそのギターの製作のノウハウを確立されたそうでございます。まああのアコースティックギターにもねいわゆるフラットトップでこういう丸穴のねあのいわゆる マーチンみたいなタイプもあれば、こういうピックギターっていうのがあるんですよね。ピックギターって言いますのはいわゆるこういう F ホールのアーチトップギターでありながらアコースティックギターというエレキじゃないよという生ギターですよというのがピックギターなんですけどね。でそのピックギターにですねこういうピックアップとかこの伝送系のアッセンブリ入れることで空箱に改造してしまうということ、でこれもね茶器では結構やってたんですよね。当時うちでもあのこのマイクが入ってるタイプの茶器のピックギターはこれまでにもねたくさん扱ったことあります。もう今回のこの P1 はね茶器の中でも結構古い部類でございましてね、あのシリアルナンバーとか中に書いてるスタンプとか形を見るとねこれ結構昔のやつなんです。多分60年代の後期かな、中期から後期ぐらいやと思います。あの有名なあのビルダーのね辻志郎さんなんかがあの在籍されて作っておられた頃のギターでございますね。辻志郎さんが作ったやつかもしれませんね。でそれにですねグレッチで有名なねダイナソニックっていうあのシングルコイルのマイクがこう2つ乗ってるというねスタイルでございます。これちっちゃいマイクですからね、ここの中のあのざくりもねちっちゃい四角の穴が開いてました。これでそれにうまいことこうはめて、ね、直にボディにつけられてる形でございます。コントロールは2ボリューム2トン、ピックアップセレクターで前後ろ真ん中とこう3種類の音が出るようになっております。ピックギターもねこういろいろ仕様があると思うんですけど、このモデルはねいわゆるダブルパラレログラムっていうねこの指板のポジションインレイがですね平行四辺形の音がこう2つ並んどるというね、ギブソンでいうとこの ES175 とかね ES345 とかにねついてるタイプのやつですよね。これが入ってるちょっと上の感じしますよね。であのちゃんとねしょうもないプラスチックみたいなんじゃなくてちゃんとしたこうあの貝でバッチリ入ってますからね、高級感すごくあります。ここにねあの茶器のね当時のカタログがあるんですよ。ちょっとね何年頃かちょっと分かりません、多分70年代かなと思うんですよ。中見たらねもうピックギター乗ってないんですよね。これこんな感じであのアコギがねギブソンのタイプのアコギがこうバーッと乗ってますんで、ここにねコントラバースがちょっと乗ってますけどね、あの多分70年代ちゃうかなと思うんですけどね、こんなんいっぱい作ってありました。特にこうギブソン系のモデル強かったと思いますね。サザンジャンボみたいな顔したやつの形がもうドレッドノートスタイルですんで、あの70年代でしょうね。ですからねヘッド周りからバインディングバー巻いてあってね、もうこうギブソンより高級に見えますよね。ここに価格表もありますけどね、当時のチャキウエスタンギターハンドメイド置いてね、でこれ見るとですね W40 4万円のやつからもう上はもうあの W150 15万、7万5000ぐらいのやつからもうハカランダ入ってますんで、エーザーをたくさん使ってたじゃないですかねと思います。このピックギターはトップはスプルースいわゆる松ですよね、そしてサイドバックは良質なメイプル替え材が使われてます。ネックもメイプルですね、すごい綺麗ですよ。でネックがねすごい薄べったい感じですわ割と。でナット幅はね 42mm でしたけど割とこうスリムでねエレキギターの感覚でも弾けるスタイルですよね。まあゼロフレットついてますんでね、割とこう、弦高が低い感じがします。弦高って言いますんで、フレットから弦までの距離のことを言いますんで、このゼロフレットのフレットから始まっとるという弦高ですんでね、もうペタペタの感じしますね。ヘッドのこの角度もね、あんまりついてないですよね、これね。で、これでなんかね、柔らかい音がするような感じがしますね。まあね、いわゆるフルアコじゃなくてですねピックギターというアコースティックギターにマイクをつけてるというスタイルですんで、またコンセプトがちゃうと言いますかね、鳴り方響きがねあの違う感じがします。
まあ、こういうフルワークやったら私もねいつもフラットワウンド貼ったりするんですけども、今回はですねあえてあのラウンド弦貼りました。ラウンド弦で、ね、パキッとした音を出す方が合うんじゃないかなと思いましたんでね、まあ、その辺は自由ですけどね、やっぱりチャキのピックギターやったら何と言ってもね床弾でね、内田貫太郎さんがやっぱり有名でございますしね、スライドギターとかでこうボトルネックでガーッてやらはるのにこの弦なんかの方が合うんちゃうかなというね、そんな感じもしましたんで、今回はラウンド弦入りましたけど、まあなんかねこの日本のね独特の味を感じるギターやないでしょうか、チャキはね。特にね京都でしたしね、あのここ京都ですんで、あの私もなんかこう愛着がすごくあるブランドです。京都のね角の王子という通りがあるんですけどね、その角の王子の九条でね、九条通り、角の王子と九条がこうぶつかるところあたりにチャキの工房がありましてね、チャキ弦楽器製作所でね、ちょうどさっきのこのカタログのこんなような建物でしたわ、こんなここのこっちにチャキって看板が上がっててね、車でこう前通りましたが、それがこう見えてましてね、コントラバスの板とかがこう干したの見てね、ああなんか作ったんなと思ってね、見てました。なんかね今はもうね更地になって何もないんです、そこちょっとそこ通ると寂しいですけどね、やっぱりね。でもねこのチャキのギターはね今もこうやって生き続けとるというところ、これからねまだまだたくさん弾いてもらってね長生きしたら最高やないかなというふうに思います。ということで今日はチャキのピックギター P1 回、1960年代のモデルのご紹介でございました。それではまた。